えでは、19時定刻になりましたので、イベントを開始させていただけたらと思います。えー、皆様、本日はイベントへのご参加ありがとうございます。このイベントは、中学生とその保護者の方を対象とした地域未来留学説明会、オンライン合同学校説明会になります。ほぼ毎日平日19時から、テーマに沿った学校をご紹介させていただいております。本日のテーマは離島の学校です。ぜひ自分に合った学校を見つけてみてください。 本日司会を務めさせていただきます、事務局の村上と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。では本日ご登壇いただく各高校の皆様、カメラオンにしていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。本日5校の高校たまにご登壇いただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 本日ご相談される高校様はですね、後ほどご紹介させていただけたらと思います。では、えっと、進行を進めさせていただこうと思いますので、また改めて画面共有させていただきます。各高校さんカメラオフにしてお待ちいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、まず、視聴者の方へのお願いになります。本日は、ズームのウェビナーという機能を使用して配信をさせていただいております。 皆様の声や顔はこちらからは、こちらには届かないようになっておりますので、ぜひリラックスした状態で視聴いただけたらと思います。そして本日登壇いただく高校様に聞いてみたいことや質問したいことがございましたら、チャット欄もしくは Q&A 欄に応をしてご投稿いただけたらと思います。どちらの機能を使っていただいても大丈夫です。投稿していただいた質問には後半の質問コーナーのお時間でそれぞれの高校から回答していただこうと思います。 質問はどんなことでも構いません。こんなこと聞いてもいいのかなと心配しなくて結構ですので、小さなことでもぜひこの機会に聞いていただけたらと思います。例えば、留学生は土日どんなことをしていますかってあったりとか、同学年のクラス数はいくつありますかといったことでも構いません。本日の合同、えー、学校説明会の目的として、事務局として3つ設定をさせていただいております。 この有益のご参加いただいているという時点で皆様は地域未来留学に少なからず興味を持っていただいている状態ではないかなというふうに思いますですので今日はまずたくさんの学校に出会っていただきたいと思いますそして説明会の後にどんな学校が自分に合っているかぜひ家族で話してみてくださいもし難しければご自身の中で考えてみてくださいその後気になった学校が見つかったらぜひ今日から調べてみてください どんな場所にあるのかなといった程度でも構いません。そして調べてみて、もっと気になったなと思ったら、ぜひ学校の個別説明会に参加してみてください。オンラインでの説明会を実施している学校さん、たくさんございます。気になった学校の説明会をぜひ地域未来留学のホームページでチェックしてみてください。本日の説明会の流れになります。 まず最初に私から地域未来留学とは何なのか簡単にご説明をさせていただきます。その後、各学校様からの説明に移らせていただきます。本日ご登壇いただく高校様は5校の高校様になります。新潟県から羽地高校様、鹿児島県から機械高校様、あ、はい、鹿児島県から機械高校様、で広島県から大崎海星高校様、沖縄県から久米島高校様、 そして、鹿児島県から薬島高校様。このご校座に高校様にご登壇いただきます。発表順ですが、今表示されている順番、上から順番に実施をさせていただきます。その後、皆様からいただいた質問をもとに質問コーナーということで、私がフリーク形式で各高校様に質問を聞いていく形で質問コーナーを進行させていただきます。アンケートのお知らせになります。本日の説明会終了後、皆様のズームの画面上に アンケートへのリンクボタン、URL が表示されるようになっています。そちら、クリックしていただくと、アンケートをご回答いただくことができますので、ご協力いただけますと幸いです。では、まず私の方から、地域未来留学とは何なのか、簡単にご説明をさせていただきます。地域未来留学とは、都道府県の枠を超えて、東京や大阪のような首都圏、都会ではない魅力のある地域の学校に入学し、 充実した3年間を送ることというふうに定義をつけさせていただいております。今、このイベントをご視聴いただいている中学生の皆様、もしくは保護者の皆様は、大きく2つの方法で高校を考えられていらっしゃるのではないかなと思います。1つは通学可能圏内ですね。つまりご自宅からの距離ですね。例えば電車を使って20分ぐらいで行けるとこだったらいいな、であったりとか。 自転車です。通える範囲がいいかなみたいな形で、今お住まいのご自宅からの距離というところを一つ基準に置かれているのではないかなと思います。そしてもう一つが偏差値ですね。いわゆる学力かなと思います。ご教科の点数でこれぐらいだから、これぐらいの偏差値にここに行こうかなといった形で、高校を探されているということが多いのではないかなと思います。こうした高校の選択の仕方が一般的ではないかなと思います。 そうした選択方法を否定するわけではないんですけども、地域未来留学では、自分の行ってみたい場所であったり、自分の興味がある場所であったり、関心があることを軸に、進路の選択をしていくことを強く推奨しております。例えば、地域未来留学に参加,した参加していただいている高校様には、左下の写真のように、放課後、友達とスキーができる学校があったりだとか、右下の写真のように、馬の研究会、部活があって、乗馬などの基礎を学ぶことができるような学校もございます。 他にもですね、例えば本日のテーマの、えー、離島というテーマにも当てはまるかもしれないんですけども、学校が海の近くにあって、歩いて砂浜まで30秒くらいで行けちゃいますっていう学校があったりだとか、えー、緑豊かな地域の学校もございます。またこの写真のように、広い青空で体育ができる学校もございますし、えー、陶芸やアート、芸術を学べる学校もございます。 また、住まい環境に目を向けてみますと、設備の整った量のある学校もございますし、探究活動や研究活動を積極的に実施している学校もございます。また、社会に出たときに即戦力となるような知識を学べたり、国家資格を取得できる学校もございますし、そして何より共同生活を送ることで、かけがえのない仲間を得ることができる。 学校がたくさんございます。このように様々な高校様が地域未来留学に参画していただいて、合計で約130個以上のお子様にご参加いただいております。そうした中で学校を選んでいただくということは、自分に合った高校を探していただくということになるのではないかなと思います。仮に今視聴いただいている皆様が地域未来留学を利用して進路選択をされたという場合、高校を選んでいただくことと同時に、 3年間をを過ごすす地域を選んでいいただくこととにつなながるかなと思いますそういった場合、例えば自分が学んでみたいことって何だろう、やってみたいことって何だろう、自分が自分らしくいられる環境ってどういう環境だろう、3年間で経験してみたいことってどういうことがあるだろう、3年間を過ごした後高校卒業した後どういう将来が読んでみたいだろう、そういったことを考えていただく必要があるかなというふうに思います。 もちろんこれらのことを入学のタイミングで、中学を卒業されたタイミングでイメージされている方、かなり少ないではないかなと思います。しかし、自分の通う高校は自分で決めるんだという感覚を持って、高校選びに臨んでいただきたいなと、地域未来留学としては考えております。今日ご参加いただくお子様もえ、いろんな特徴を持ったお子様いらっしゃいます。 ぜひ自分に合った高校ってどういう高校だろうという観点で今日の説明会も臨んでいただけますと幸いです。以上で地域未来留学の説明を終了させていただきます。ではここから各高校様の発表に移らせていただきたいと思います。本日5校の高校様にご登壇いただきます。先ほどお伝えしましたが発表順は上から順番、今表示されている順番上から順番で実施させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 では、まずは葉持高校さんから発表を移らせていただきたいなというふうに思いますので、ご準備の方よろしくお願いいたします。はい、葉持高校です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、画面共有させていただきます。はい、映、はい、っているでしょうか。 今、パワーポイントの編集が、失礼しました。スライドショーに変わりました。大丈夫です。はい。それでは、始めさせていただきます。はい。それでは、ハモチ高校がある離島、佐渡について説明いたします。今年7月、佐渡の金銀山が世界文化遺産に登録されました。実際の佐渡は、どんなところなのか、お伝えしていきます。佐渡は、新潟県の西部に位置し、日本海側最大の離島です。 大きさは東京23区の約1.4倍です。佐渡へは船に乗ってきていただきます。フェリーで2時間半、高速船だと約65分です。新幹線とジェットホイルを乗り継げば東京から最短で3時間半ほどで到着いたします。佐渡は全体で1つの市なのですが10カ所の地域に分けられます。その中のハモチという地区にあるのがハモチ高校です。県外の方はゆうちょ銀行の口座があると安心です。 佐渡は離島では珍しく広い平野があるため、米どころ、新潟県の名にふさわしい美味しいお米がたくさん取れます。周りが海に囲まれていますので、魚介類が豊富です。また、佐渡はフルーツアイランドとも言われており、たくさんの果物が栽培されています。貨物地域ではおけさ柿というブランドの柿が有名です。佐渡は日本の芸能を網羅していると言われるほど、たくさんの芸能文化が根付いています。 佐渡独自の鬼太鼓とは、島内各地で様々な流派があります。鬼が太鼓の音に合わせて舞い踊り、役払いなどを行います。佐渡の南部にある唯一の高校がモ持高校です。郷土芸能部という部活があり、全国大会の常連校です。全校生徒59名で、地域探求活動に力を入れており、ベーシックコミュニケーションなどといった学校独自の科目があります。 佐渡では豊かな自然が一番の特徴であり、島そのものが学びの場になっております。海も山も近くにあり、恵まれた自然環境の中で公害学習やボランティアの活動ができます。2年生になると、地域探求コースと文化教養コースという2つのコースに分かれ、進路希望や興味関心に応じた授業が行われています。自然環境だけでなく、 歴史的、文化的な魅力を学べるのも、かもち高校の特徴です。こちらは宿根木といって歴史ある観光地の一つです。地元の魅力を学び、外国人観光客に向けた観光ガイドに取り組んでいます。全校約60人と小規模であることを強みとし、リモートで県内外の高校生と合同授業をしたり、実際の議場を使った高校生議会に参加したりと、他校の生徒と関わりを持つこともできます。 こちら、住まいについてです。男子は学生寮、女子は下宿での生活を予定しています。部屋のタイプはほぼ同様で、和室の個室をご用意しております。学校の近くには診療所、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどが揃っており、日常生活にはとても便利な場所に位置しています。ちなみに佐渡のコンビニは全てローソン一つです。 佐渡市では皆さんの学校生活を地域おこし協力隊をはじめ、寮のスタッフや高校の先生たちなど、学校、地域、行政が一体となってサポートしていきます。不安なこと、すぐご相談できるような体制を整えております。以上で離島佐渡について説明を終わります。次回は10月22日最後のテーマ別説明会に登壇予定です。掛け足の説明となりましたので、より詳しい説明をオンラインにて実施予定です。 詳細決まりましたら、サイトの方に掲載いたしますので、ご覧ください。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、機械高校さんに移りたいと思いますので、ご準備の方よろしくお願いいたします。はい、えー、画面共有の方させていただきます。お願いします。 見えてますかね。大丈夫ですか。はい、見えております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えーっと、はい、皆さんこんばんは。えっと今日は私コーディネーターの市川とあと画面越しにサンゴリア学生が二人来てくれてます。えー。 <laughs> でえっと、この後質問コーナーの方で産後留学生2人は答えてくれるので後ほどお会いしましょうではここから説明の方を始めさせていただきますえっと機械高校では機械島にしかない研究所での研究活動を通して自分の中の好き知りたいを突き詰めたい高校生を募集中ですそんな機械高校はここ機械島にあります 機械島は人口6,300人の島で、鹿児島県と沖縄県のちょうど、えー、真ん中に位置する島です。えー、本日の説明会は離島がテーマということで、機海島での暮らしの魅力を3選お伝えします。1つは都会とは一味違う青春を味わえること。2つ目は、機海島をフィールドに自分の研究にチャレンジできる環境があること。3つ目は、島暮らしを支えてくれる島の方、島んちゅの皆さんがいることです。 えー、皆さん、青春、青春って言うと、皆さん、どんな青春を思い浮かべますか機械島にで,できる青春は、こんな写真のような青春です、えー。自然に囲まれて過ごす放課後の日があれば、全国各地から集まった仲間と語り合う夜があったり、そんな青春を過ごせます。また、機械島の産後留学でしかできない研究活動では、見つける、 感じる伝える残すという体験を通して自分自身の探求心を養い自分の好きや知りたいを磨いていきますえ研究というと難しいことに聞こえるかもしれませんが研究所の皆さんが研究あ、研究所の研究員のサポートのもと自分自身の興味関心を深掘りしながらそして一生懸命活動していた自分自身の研究が愛おしくも感じてくるかもしれません 3年間何かに熱中したり挑戦してみたい気持ちがある方にはぴったりの留学制度ですえそして皆さんが機械島に来た際には温かい島んちの皆さんが島暮らしをサポートしてくれます、えー、島親さんという留学生1人につき1組または1人必ずつく島外住の大人がいたりおすそ分けを必ずと言っていいほどもらってきたり休日には島の方にお誘いされて佐藤君の集約体験をしたりとか そんな温かい島民の皆さんに囲まれながら留学生たちは暮らしています。えー、もしあの、機械島に来たら、こんな皆さんとつながり続けることになると思います。えー、また、今年度最後ですね、9月24日に産後留学のオープンスクールがあります。機械島現地開催で、えー、いろんなプログラムを用意しております。もし、先ほどの説明で少しでも気になったことがあれば、 ぜひこちらの方に来ていただいて、現地でいろんなことを見ていただければと思っております。えー、詳しくはこちらの QR コードを読み取っていただくか、地域未来留学機械高校で検索していただければと思っております。えー、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、大崎海星高校さんに移りたいと思いますので、ご準備の方はよろしくお願いいたします。 はい、えっ、ー、と、映ってはおりますでしょうか。はい、見えております。はい、よろしくお願いいたします、はい。お願いいたします。はい、では、えっ、ー、と、尾崎改正高校の教員をします。金田と申します。よろしくお願いします。 はい、まず、えー、大崎海星高校がある、えー、大崎上島の場所ですが、えー、と広島県のちょうど真ん中あたりにありましてで広島市内まで新幹線等ってきていただければ、えー、そこから2時間くらいで、えー、飛行機を利用される場合は広島空港から1時間くらいで、ねえー、島に渡ってくることができます。 で、えー、この島に渡る交通手段ですが、まあ当然離島なのでフェリーのみとなっていて、でフェリーも、えー、だいたい三十分ぐらいで、えー、結構こう離島の中ではあの交通の便がいいのかなと思ってます。あの一日三十往復ぐらいしているので結構あの外に出るのも簡単です。 その中で生徒数がこんな感じになっていて大体全生徒の3分の1ぐらいが県外からの生徒になっていて県外生の出身地が青で示されていますそういう中で一番力を入れているのが総合的な探期の時間で島の方々といろいろなプロジェクトに取り組みながら課題解決のプロセスを学んでいくようなプログラムになっています。 その中で生徒たちがいろいろなやりたいことを地域の方々と実現をしていっているというような格好になります。また島ならではの学校行事として「海電間」というのがあって手こぎの14人でこいでいく船を使って島を一周したりするような行事もあったりします。で実際に生活の場となる教育料コンパス。 ですが2階の部分が居住スペースとなっておりまして2階にこう,こういった個室だとかこういった設備が整っています。で開高校の寮に入ってもらったら島親ということで島の方が1人に次に1家族とつ,ついてもう1つの家族みたいな感じで過ごしつくことができます。で日常生活も普段の土日もですねこんな感じで島を満喫しています。 はい。で、えー、そういう中で、えー、まあ教員だけではなくて、いろんな大人、特に地域の大人の方々がすごいサポートをしていくるので、こういった島の中でですね、いろんなチャレンジができる学校になっていますので、えー、皆さんもなんかやりたいを実現してもらえたらなと思っています。はい。ということで、えー、実際に、えー、生徒の方から話をしてもらいたいと思います。はい。えっ、ー、と2年生のコーチと言います。えっ、ー、と私、まあ大崎上島ってなんだろうって考えたときに、海伝馬先ほどだった海伝馬という行事が、まあこれは 大人島の男の大人たちがやる行事なんですけど、えっと、今青いふあの船をこいでる人たちがいると思うんですけどそこにお手伝いとして今回参加をさせていただきましたで少しテレビにも取り上げさせていただいてなんでこういうことができるんだろうって考えた時にやっぱ大崎上島の人の温かさがあるからだなってことに私今2年生なんですけど2年生にして感じることができました。はい で大崎上島という離島でしかできないこと、まだまだたくさんあるので、ぜひオープンスクールとか、まあ、オンライン説明会に参加していただいて、実際に体感をしていただいて、私たちと一緒に熱くなりませんかということで。はい、はい、えっ、ーえー、といろいろ YouTube とかあ、えーと、インスタグラムとかフ、Facebook 等々でもあの生徒のものを発信しますので、よかったら見てください。はいはい、ありがとうございました はい、ありがとうございました。では続きまして、久米島高校さんに移りたいと思いますので、ご準備の方、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、見えてますでしょうか。いはい、見えております。ますよろしくお願い,いします、はい。沖縄県立久米島高校です。こんばんは。えー 今日は離島ということで、離島あるあるをご案内したいと思います。はい。まず、皆さん、久米島はいらしたことがあるでしょうか沖縄本島から飛行機で約30分ほどのところにあります。フェリーだと約3時間半ぐらいかかります。上から久米島を見るとこんな感じです。この白く見えているのがビーチになります。 綺麗ですよね。はい。で、久米島ってこんなところということで、人口が約7000人の島です。幼稚園が2つ、小学校が6つ、で、中学校が2つあります。で、高校は、え私たち久米島高校の1校となっています。で、病院が1つあります。えー、っと、はい。で、チェーン店がファミマが2つと、 ドラッグストア森といって九州エリアの大きなドラッグストアが一つと、西京の A コープとガソリンスタンドのみで、あとは個人の小さなお店がたくさんあります。はい。で移動手段なんですけど、高校生は遠征に行くにも、えー、船か飛行機で行っています。このプロペラ機大きく見える ですけど、右の写真を見ていただくとこの小ささがわかるかなと思います。私は初めて乗ったときバスみたいだなって思いました。はい。で沖縄離島のあるあるなんですけどこう、卒業生が島を離れる時の写真がこちらになります。もうだんだんとこのテープでつながっているのが1本ずつ切れていって、どんどんと離れていくのを見るともうみんな 涙、涙のお別れになって、これも離島らしいなと思って、毎年見送っています、はい。離島の高校生、久米島の高校生、どうやって遊ぶのってよく聞かれるので、写真を見ていただこうと思ってご用意しました。え男の子たちはよく釣りに行っています。漁にえ自由に使える釣り竿がたくさんあるので、いつでも釣りに行けちゃいます。え離島なので、 右の写真ですね。ちょっと高いところに登るとえ、海が一望できる場所がたくさんあって、とっても綺麗です。はい。でやっぱり沖縄といえば海ですよね。ビーチで、ビーチまでも徒歩ですぐに行けてしまうので、放課後、制服で海に入っていっちゃう子もかつてはおりました。はい。で、そうですね。夕日とか朝日がとっても綺麗なので、 カメラを持ってくる寮生もたくさんいます。はいえ。久米島高校のオープンスクール、あさってに迫っております。ちょっと遠いので、突然参加は難しいかもしれないんですけれども、え情報発信、この QR コードのところでしておりますので、ぜひご確認ください。え募集要項は9月の中旬頃ににホームページにて、 配付予定ですのでもうしばらくお待ちいただければと思いますありがとうございますはい、ありがとうございました続きまして最後ですね薬師の高校さんに移りたいと思いますのでご準備の方よろしくお願いいたしますよろしくお願いします よろしくお願いします。はい、じゃお願いいたします。え五、ー、番目です。えー、皆さんこんばんは。屋久島高校と屋久島について説明していきたいと思います。今映っているのは屋久島高校の校舎です。えー、もう後ろの方に山が見えますように、もうすぐそばに自然があるそういう場所にあるのが屋久島高校です。はい、ありがとうございます。えー、屋久島。 ここの前にちょっとヤクシ島の説明をさせてください。本土から60キロ離れたところにあります。今、お猿さ,さんのようになって、このイメージ、うちの高校のイメージキャラクターなんですが、ヤッピークッピーがいるところ、ここが薬島です。で、その、もう一つその薬島を大きくしたのが、こちら側にあると思うんですが、えー、その中のヤクシ島高校は宮の浦というところにあります。 で、屋久島はあの、ご存知の方も多いかもしれませんが、世界自然遺産になって三十一年目になります。ええー、屋久島には日本有数のウミガメの上陸産地である。田舎浜。だったり、それから、えー、ジブリ作品のもののけ姫に出てくる。あの、モデルになったと言われている白谷雲水郷の苔むす森。 がありりましたり本当に自然の豊かな場所です。まあ、なかなかあのここだけではですね説明しきれませんので、ぜひ一度薬島に来ていただけたらと思っているところです。でそういう薬島の中で、えーと、今、地域未来留学生で来てくださっている生徒さんは12人います。12人います。えー、今、映っているようにいろいろなあの県、 とから来ててくれていますで、えー、その12人の中のうちの、ま、多くが、えー、と環境コースというコースに、えー、入ってそしてそこで勉強をしています。はい、で屋久島高校はですね2年生になりましたら今お話をしたように屋久、えー、島の歴史や文化を学ぶ環境も学ぶコース環境コースというものがあります。 ここでいろんなことを学んでいきます。そして屋久島高校には情報ビジネス科もありまして、検定取得を目指して頑張っている科もあります。未来留学生で来る方のほとんどはやっぱ屋久島を知りたいということで環境コースに入りたいっていう子の方が今のところ多いようです。 そして、えーとまあ、ここにありますように令和5年度の進路状況を載せています。環境コースで屋久島のことをいっぱい勉強したことを使って A を、えー、入試で合格していってくれたり、えー、そしていろいろな大学さんに行った後もまた屋久島に帰ってきたいということで、えー、環境系の勉強やそれからそうですね自然科学だったりそういうのを学びたいっていう子たちも多く そのほかにもですね就職先もありますように、えー、専門学校や短大等もありますがあの少ない189名現在生徒はいるんですが小さな学校なんですがその分先生たちとの関係性もとてもいです あの近いのでいろんな夢を本人たちが持ったらそれをしっかりとサポートしてそしてその夢を実現できるような体制が取れているので国公立から就職ままでいいいろろろななとととここにに行けるということになります、はい、それから屋久島高校は公立の高校なんですが町の方から支援をしてもらっています。 地域未来留学生にも支援がありますので、詳しいことはまた屋久島町の役場の方に聞いていただけるとありがたいです。海が見えて、そして山が見える屋久島高校です。えー、学校見学は随時受け付けておりますので、まずはあいいかもなと思ったら学校の方にお電話いただければと思います。以上で屋久島高校の説明を終わります。ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。では、これで全ての高校様の発表が終了しました。ここからは質問コーナーに移らせていただけたらと思います。皆様からいただいた質問をもとに、各高校さんに私の方でお伺いさせていただこうという,うに思います、えー。繰り返しのアナウンスになりますが、えー、今日ご登壇いただいた高校様に聞いてみたいことを質問したいことがございましたら、チャット欄 Q&A 欄にご投稿いただけたらと思います。 Q&A を、えー、使用していただくと匿名で投稿もできますので、もしよろしければそちらもご活用いただけたらと思います。どちらの機能を使っていただいても構いません。質問はどんなことでも構いません。小さなことでも結構ですので、この機会にぜひ聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。では、各高校さんカメラオンにしていただけますでしょうか。 ありがとうございます。では早速、チャット欄にですね質問をいただいているので、各お子さんにお伺いしたいなというふうに思います。あ、2つもいただいてますね。ありがとうございます。えっと、まずですね、ああ、ちょっと直近の台風のお話があるので、まずここからちょっとお伺いしてみたいなと思います。えー、この前の台風15の際、子どもたちはどのように過ごしていましたか、不安がっていませんでしたかというご質問ですね。 ありがとうございます。まあ、その離島という特性上台風とかそういった影響を受けやすい地域にある高校様が多いのかなというふうな印象もありますので、そのあたりぜひお伺いさせていただきたいなというふうに思います。そうしましたら発表中にお伺いさせていただきたいなというふうに思いますので、まず浜も高校さんお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい。浜も高校、新潟県にあるんですけれども、この間の,あの大型の台風、 なかなか、あの、すごくスロースピードだったようで、新潟の方まで来なかったので、あまり子どもたち心配している様子はありませんでした。ただ、あの、9月の1日にちょっと大きなイベントがありまして、トライアスロンがあったんですけれども、まあ、子どもたちが参加したり、まあ、当該の方たくさん参加する中で、ちょっと台風の様子がとても皆さん心配していたなとは思います。ただ、生活面では特に心配なく、今回何の被害もなく、 終わったという状態です。ありがとうございます。さ、続きまして、機械高校さんをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか？はい、機械高校です。えっと機械島はあの台風10もろ直撃という形であの通っていきました。あの普段はなかなか機械島ニュースなのに出ないんですけど、出て。 皆さんおう新えっと寮の方としてはあの数日前にあのご飯を備蓄として用意したりとかあとは寮の対策の方もきちんと備えておりますのでえっとご安心いただけるんじゃないかなって思ってます。で、えっと、今日産後留学生2人来てるので実際あの台風での過ごし方どうだったか聞いてみたいと思います。どうで,どうでしたか <laughs> えっと停電してすごい不安だったんですけどコーディネーターとかのえっと対応が良かったので安心して暮らすことが生活できました。ありがとうございますう,いうような感じです。<laughs> はいありがとうございます。 続きまして、大崎開催高校さんをお伺いしたいと思います。いかか。がでしょうか、はいえっと、広島県もずっとなんか広島県のあたりはうろうろしてたんですけど、ちょうど島のあたりはた大して降らなかったんですけど、えー、ただあの、フェリーが欠航して、教員の8割方がフェリーであの通ってるので、生徒たちは島にいるんですけど、教員がい,いないという、もろもろの事情で、えー、休校をしていて、どうやって過ごしてましたか。 まあ、外に出れないので寝てました。と、はい、<laughs> いう感じで特に起きる被害もなかったんで <laughs> って感じですかね。はい、いな感じです。ありがとうございますで。続きまして久米島高校さんをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、久米島高校です、えー。台風10号に関しては大丈夫だったんですけれども、もう立地上発生したらすぐ。 割とすぐ何でも台風を取っていく土地柄なので、えー、と島の方がとってもなんていうんですかねスキルがあります台風スキルがとってもあるので、はい、安心しておりますが、えー、子どもたちに関しては去年大きな台風が来た時には一時避難所に連れていくっていうこともありました、えー、近くの図書館が避難所になっているんですけれども生徒たち連れていくことがありました えまあ大概大丈夫です。沖縄県、よく本当に台風来るので、それなりの建物の対策でしたりとか、ノウハウがたくさんあるので、寮生たちはどうやって過ごしているかというと、もう音楽流しながら踊ったりとか、<laughs> なんか愉快に過ごしております。電気が止まってなければクッキー焼いたりとか、楽しく引きこもり生活をしております。以上です。なるほど、ありがとうございます。 最後に薬師の高校さんをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、薬師のもですね、台風15をまあ直撃というか、今日のニュースにも、10,000円前年の弥生杉が倒木してしまったというニュースもあったぐらい大きくて、被害がですね、えー、と断水とそれから、えー、と停電がしばらく続いたところもあったんですが、あの両方さんもいらっしゃって、寄宿舎の生徒たちはみんな、 あの初めてのことで驚いたりはしてたんですけど、まあ、びっくりしたと言ってましたがあの不安がってはいませんでしたまた備蓄もあったりするのでそれでうまいことやって、えー、と食べ物等が何か困ったということもなかったのでその点は良かったなと思いますあと下宿をしてる生徒たちもいるんですが先ほどの高校さんと一緒でも島の人たちは台風に慣れてらっしゃるのであの怖くはなかったということを聞いています以上です ありがとうございます。では、えっと、今の質問にちょっと重なる部分もあるかなと思うんですけども、続けて質問いただいてますので、各お子さんお伺いしたいと思います。えー、体調が悪く学校を休むときは、寮の方が見てくださるのでしょうかというご質問ですね。ありがとうございます。確かにかなり遠く離れた環境でお子さん預けるとなると、そういった時の緊急対応等は気になる点ではあるかなというふうに思いますので、このあたり各高校さんにお伺いできればなと思います。 そしたら先ほどと同じ場にお伺いしたいと思います。では、浜チ高校さんお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい。浜地高校なんですけども、寮の、えっと、常駐しているあの寮の方っていうのがちょっと今いないもので、えっと、留学生の方のサポートを今しているのが、地域おこし協力隊が、えっと、近くに、の、え、支、っと、所に常駐しておりまして、その地域おこし協力隊が、 生徒の体調管理ですとか、今、どんな状態かっていうのを確認して、学校に連絡を入れたり、近くの診療所に一緒に付き添いで、あの、通院もしてくれます。簡単な、あの、看病とか、ちょっとご飯の用意ですとか、そういったことは、あの、すぐ、地域おこし協力隊ですとか、まあ、その方が対応できなければ、あの、地域の量のご飯を作ってくれる方、または私たち、あの、市の職員も駆けつけるような体制を整えておりますので、まあ、一人で、 寂しく寝てるということはないようになってます。はい、ありがとうございます。で、続きまして、機械高校さん、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい。えっと、機械高校の方は、もしその寮生が体調不良で学校休みしたときには。えっと、まあ、日中、その寮の方で寮生は暮らすことになるので。えっと、コーディネーターの方で、えっと、まあ、寮の方に上。 常駐とまではいかないかもしれないんですけど、えっと、えー、タイミングを見て見かけたり、見たりとか、そういったことを知ってきるようにしてます。で、また、えっと、量のご飯の方も、もし普通の量食の方が食べれないようであれば、えっと、調理人さんの方に行って、少し食べやすいおかゆなどにしていただいたりとか、あと、はポカリスエットの方を用意したりとか、そういったふうに対応しております。以上です。 ありがとうございます。で続きまして大崎開成高校さんをお伺いしたいと思います。いかか。がでしょう開成、はいえっと、高校ではですね、一応、えっと、ハウスマスターという、まあえー、立場の方が、えー、朝と夕方、まあ、夜ぐらいまではいてで、昼の間は、えー、っとまた別の日直さんがいて、で夜の間夜は夜で宿直さんがいて、24時間大人が誰かいる状況にありますので、えー、っと一応、 もし体調が悪くなったっていうふうなのがあれば、えー、寮の、まあ、個室になっているので、その個室のところで休む。えー、で、必要に応じて、一応、島内に5件ほど病院があるので、まあ、そういう病院、で、緊急対応してくれる病院もあったりしますので、そういうところに、まあ、かかりて、で、感染症の場合はちょっと確立するみたいなことも対応をしているっていう感じになります。はい。ちなみに、えー、と寮で生活している高知さんは、日和はどうですか私は、 まだあの休んだことがないので分からないんですけどあのコロナにはなったことがあってあのちゃんと個室などで隔離されるのも安心ですし別に実家に戻らなくても安心なのでそこはあの安心できる環境かなと思いました。以上ですありがとうございますでは続きまして久米島幸子さんお伺いしたいと思いますいかがでしょうかはい え大体皆さんと同じ感じです、えー。寮にはハウスマスターが常駐していますので、通院の付き添いには必ず一緒に、あ違う、通院には必ず付き添いで一緒に仲間で入って、えー、診察を受けていますで。そうですね、コロナの時なども、えー、と隔離するなどして、こう米島の 今日は四人一部屋なので、ちょっと感染しやすい環境かなと思いますので、ちょっと早めに隔離をするなどして対策しています。食事も厨房が寮内にありますので、準備がありますのでご安心ください。ありがとうございます。では最後に福島高校さんお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 はい、薬師間高校はですね寮、寄宿舎に入っている生徒とそれから下宿の生徒といるんですけれども寄宿舎にはえっと24時間寮館さんご夫婦でいらっしゃるので何かあった時には対応をしてくださいますこの前もちょっと調子を崩した子は病院に付き添ってくださったりとかして学校と連携しています下宿の場合にもそこの方々が対応してくださるのでいつもま24時間大人がいるっていう環境にあります以上です ありがとうございます。各高校様、あの形は違えず、すごくサポート体制が整っているなというふうに、今、聞きながら思っておりました。ありがとうございます。では、えー、入試に関しての質問がちょっと2つ来てますので、お伺いさせていただきたらなと思います、えー。入試までの流れを大体教えていただけると助かります。 でまた、入寮審査等の日程もあったら合わせて教えてくださいというご質問ですね。ありがとうございます。また、ちょっと大阪開設高校さんに個別の質問もチャットできているかなと思いますので、入試のスケジュールと試験科目、入寮試験あるかどうかというところをお使いできたらなと思っております。 でちょっと入試関連の質問が多いので、あの各会で多いので、ちょっと私の方からちょっとそこをさせていただきますと、えー、各都道府県のですね、教育委員会,会さんが入試の制度については設定さあの制定されるものになってますので、おそらく現時点で決まっている都道府県さんと決まっていない都道府県さんあるんではないかなと。 思いますですので、まあ、各高校さんこの後お話しいただくと思うんですけど、おそらく例年の状況であったりとか、今決まっている範囲でということになるかなと思いますので、必要に応じて、都度最新の情報を個別説明会とご参加いただいて、手に入れていただけたればなというふうに思ってますので、でそのあたりご了承いただけたらと思います。としましたら、すみません、ちょっと注釈入れさせていただいたんですけども、先ほどと同じ順番に入試のところをお伺いさせていただきたいなというふうに思います。としましたら、浜地高校さん、お伺いさせていただきます。いかがでしょうか。 はい。今、あの、補足で説明いただいた通り、あの、入試のスケジュールに関しては、新潟県の教育委員会が決めるもので、まだちょっと確定ではないんですけれども、まあ、例年で言いますと、大体、願書の取り寄せが、ま、12月の後半から1月の上旬で、入試自体は、3月ですね。大体、あの、願書の提出が2月の、1月後半から2月の上旬。 実際の受験が3月といった流れになります。ただ、その、入寮の審査ですとか、本当に、あの、未来留学受けるのといった、ちょっとヒアリングの方を、佐藤市と、あと高校と、あと、まあ、必要であれば、あの、下宿先の里親さん含めて、オンラインで、あの、面談を行わせていただきます。大体それも例年通りですと、えっと、その申し込み、 ま、希望をしますよという申し込みを、10月から11月いっぱいぐらいで申し込みの方をサとしはさせていただきまして、12月中に1回、もしくは2回、と面談の機会を設けさせていただくといった形をとっております。すみません、ちょっとまだ確定ではないんですが、大体こんな流れで進めさせていただきたいと思ってます。以上です。ありがとうございます。で続きまして、機械高校さんお伺いさせていただきます。いかがでしょうか はい、えっと、機械高校です、えっと、機械高校は、えっと、まず2つの試験が、えー、大きく分けてあります。えっと、11月の下旬に、えー、機械庁の寮、えー、の入寮審査を受けていただいて、そこでまず、えー、定員の6名の方に絞らせていただいて、その合白された方が、えー、機械高校の一般選抜試験に進むことができるというふな流れになっております。 で機械高校の一般選抜試験は今年3月の上旬となっておりまして3月の5日6日ですね。の方になっているのでその入寮審査と機械高校の一般選抜試験に合白していただいて、えー、産後利用生として入学ができるという風な流れになっております。えー、以上です。ありがとうございます。続きまして大崎開催高校さんにお伺いしたいと思います。いかがでしょうか はいえー、と改正国語もちょっと複雑なので簡単にだけ、えー、説明をさせていただきます。えー、とまず、えー、と広島県の方にあの県外受験しますという申請を12月頃に出していただく必要がまず広島県の場合はあります。で、えー、それと合わせて11月の中旬から12月の上旬にかけて入寮の、えー、となんか受付の 申請みたいなのを行います11月ですね11月の終わり頃に入寮の申し込みをしてもらいますで入寮の申し込みが寮が10名までなのでその10名よりも多かった場合はちょっとまだ日程が決まってないんですが1月の終わり頃に入寮の面接を大崎上島町外町の方が入寮面接を1月の終わりにやりますそこは本人と 保護者の方ですすねで、えー、とやりますで、えー、その中では10人が、えー、決まってで、えー、その上で、えー、入試がですね、えー、と2月の今年で言えば2728に行われます。で科目は普通の5教科とあと、あのー、自己表現っていう、まあ、5分間で自分を PR するみたいなのが、えー、科目としては行われる予定に なな、えー、なっってていいいるとううような流れになっていますまたあの9月の終わりから10月にかけてあの入試の詳しいもっと詳しい説明等々も、えー、行いますのでそれちらも、えー、ご参加いただければと思います、えっと、ちなみに、えー、っと入寮の方の倍率は大体2倍前後ぐらいただ、えー、学校の方の倍率は、えー、っとずっと定員割れしてる状態ですけど私今8年目ですが、えー、8年間1回も、えー、っと定員を超えたことはありません9.9倍ぐらいありますけど。<laughs> はい、っていう感じで です。はい。ありがとうございます。続きまして、久米島高校さん、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。久米島高校です。えっと、久米島はちょっと早くてですね、寮の選考が先にございます。え、九月の中旬ですね。今月の中旬に、えー、寮の選考のための募集要項が、えー。掲載されますので、そちらから応募いただいて。 えと11月に久米島にご来島いただいて面接試験を行う流れになります。はい、でその決定した後は、えー、一般入試の流れになりますので合格の方にはこちらからご案内する形になります。で寮の定員がですね男女5名ずつの10名となります。久米島は毎年2、3倍倍率があるんですけれどもぜひチャレンジしていただければと思います。以上です。 ありがとうございます。最後に屋久島高校さんをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか？はい、屋久島高校もですね。寮のあの試験というかと、あとまあ、一般入試の高校試験高校入試っていうのの2つに分かれてます。 量の方はですね、えーと、屋久島町役場の方でしていただく感じなので、町のホームページを見ていただくといいのですが、大体12月ぐらいに行われます。該当していただくというよりはいろんな試験がありますので、ちょっとあのそこを見ていただくといいなと思います。で、量、えー、を毎年、まあ、未来留学生として5名程度っていうふうに、えー、町の方と。 薬島高校の方ではあの考えていて、今年もまあ5名程度ということで、庁のホームページに出ると思います。で、高校入試は先ほどの機械、えー、高校さんですね、と同じように同じく鹿児島県の入試ですので、3月にあります。はい、以上です。ありがとうございます。まあ、各高校さんは入寮審査であったりとか、まあ、入試の、えー、制度自体の あ特色もかなりあるかなと思いますので最新情報等は個別説明会もしくは県の教育委員会さんのホームページ等もご参考になるかなと思いますのでそちらもご確認いただけたらと思いますありがとうございますでは次の質問をお伺いしたいと思います、えー、子どもたちの移動手段は自転車だと思います自転,自転車屋さんはありますか、えー、自転車屋さんがない場合修理はどうしますかサ,サイクリングコースはありますかということですね ありがとうございます親御さんからのご質問ですかね確かに自転車等が主だったもしくは公共交通機関が主になるのかなというふうには思いますのでそのあたりお伺いできたらなというふうに思いますでは先ほどと同じ順番でお伺いしたいなというふうに思いますもし高校さんお伺いしたいと思いますいかがでしょうかはい。えっと自転車屋さんは想定しているのは高校生が通学とかに使用する自転車だと思うんですけれども 自転車屋さんはホームセンターの方で売ってる自転車とあとは個人商店さんですねいわゆる街の自転車屋さんが数件あります、えー、とそこでまあ修理も行ってもらえますし購入もできますサイクリングコースなんですけれども佐渡は結構あのサイクリングあとロングライドって言ってあの競技用の自転車で佐渡を回るっていう ものもやっておりますので、コースは揃,あの揃っています。ただ、その本格的なサイクリング用の部品ですとか、そういうものが揃った専門店の自転車屋さんはちょっと佐渡にはないですので、もしそういったサイクリングを本格的にやりたいってなると、ちょっと自分、ご自分で部品を用意してもらったりという必要があるかと思います。佐藤、サイクリング、なかなか景色もいいですし、道もとってもいい、 ものがありますので、そうですね、レンタル、レンタルもやってます。佐渡あの、自転車を借りて、まあ、佐渡一周ですとか、佐渡って真ん中がくびれてて、こう二つ形があるんですけど、全都を回るコースと半分の大佐渡だけ回るっていうコースもございますので、まあ、趣味として自転車をやってる方もいらっしゃいます。以上です。ありがとうございます。 続きまして機械高校さんお伺いしたいと思います。いかがでしょうかはい、えーっと。機械高校は産後略行生。普段はあは自転車でえっと移動していると思うので、なんか普段自転車でどんなところを回っているとか、どういうふうな活動を活用しているかとか、答えてもらえたらと思います。自転車はまずまたあの役場から支給されて、 いつも自転車使って砂浜とかあと観光スポットあの展望台とか行ったりしてます、はい、えっともし自転車が修理したら島に<ん>壊れたら修理屋に持ってって修理をしてもらいます以上ですかね、はい、以上ですはいありがとうございます で続きまして、大崎開成高校さんをお伺いしたいと思います。いかか。がでしょう大体自転車で10分ぐらい、量、あのー、から距離があるので、結構自転車を使っている生徒が多くて、えー、壊れた場合は、えーと、ホームセンターがあるので、えー、ホームセンターで直していることが多いかなと思います。 でえー、一応、他にもいろいろ自転車屋さんとかもあるんですけど、生徒はホームセットで直しておくか、もしくは、えー、と体育の先生が島の先生で、体育の先生にな、えー、と壊れたっていうと直してくれるので、えーと、体育の先生を利用している生徒もいますね。はいまあ、これ、非公式なんであれなんですけど、はい,っていうふうな感じで、あ,あとまあ友達でサイクリングしてる子がいたりするので、その子が直してくれるとか、あのそんなのもあるみたいです。で島一周大体1日ぐらいなのでまあ 休あのホームセンターでも買えますし私は折りたたみの自転車を島に持ってきて島で組み立て家族と一緒に組み立てたり友達がなんかハンドルがこのような台風でちょっと倒れてあのなんか曲がっちゃったんですけど友達がうーってやって直してくれてうわーすごいなと思いながらやっぱ持つべきものは自転車がね直せる友達だなと思いましたはい以上です <laughs> ありがとうございますで続きまして、久米島ココさん、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、久米島ココですえ。自転車が売っているお店が1軒だけあります。なので、大体両生は同じ自転車を使っていますがえ、持ってくる子もいます。アマゾンとかも意外とすぐに届くので、活用してもらえればと思いますが、台風が本当に,本当によく来ます。なので、 すすぐに錆びてしまいまい台風一過はもう自転車全部オレンジ色になってたりということがザラなのであんまり高級品はおすすめしません3年間で乗りつぶすぐらいのイメージでいていただけるといいかなと思います自転車があれば島内どこにでも特に男子は行ってしまえるのであると本当に島生活が豊かになるんだなと思っております,ですありがとうございます で最後に薬島高校さんお伺いしたいと思います。いかがでしょうかはい。えっ、ー、と、寄宿舎自体が学校の,あの歩いて5分ぐらいのところにありますので、宿あとスーパーとかもあの徒歩圏内にありますので、寄、えー、宿舎の生徒たちは生活にあまりあの自転車を使っている感じではないです。あと、寄宿の子たちもスクールバスで移動したりしているので、えっ、ー、と、 あの生活をしたり、学校に来るとき、あまりあの自転車を使う生徒はいないです。サイクリングの件は、えっと、趣味でサイクリングをしたい場合は、えー、島内に2箇所自転車屋さんがありますので、まあ、そこで、えー、レントサイクルができたり、まあ、島を1周するのに大体1日ぐらいで回れますので、うん、まあそういったこともできるかと思います。以上です。ありがとうございます。 お住まいの環境等で、まあ、自転車が使うような環境であったりとか、久米島高校さんのように自転車が壊れるというか、サビサビになっちゃうみたいなこともあるかなと思います。そのあたりまさに島の立地の特性もあるかなと思いますので、より詳細気になる場合はですね、ちょっと大変かもしれないですけどやっぱり実際現地に足を運んでいただくのが一番いいかなというふうに事務局としては考えておりますので、ご検討いただけますと幸いです。 では、終了時間迫っておりますので、質問コーナー以上で終了させていただきます。最後、事務連絡をしてイベントを終了させていただければと思います。各国様はそのままカメラをオンにしたの状態でお待ちいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はいえー、本日の説明会の最初に、ですね、私の方から3つ、今日の目的を設定させていただきました。皆さん、覚えていらっしゃいますでしょうか おそらく、まあ丸一番のたくさんの学校と出会うというところは達成していただけたのかなと思いますので、この後ぜひ2番、3番実施していただきたいなと思います。でまた、今後、地域未来留学ではさまざまなテーマで説明会を実施させていただきます。直近ですと、あさってですね、9月5日の木曜日に、緑豊かな地域の学校というテーマを実施をさせていただきますので、こちらもぜひご参加いただけたらと思います。 地域メディア留学では、検討されている方向けのサポート窓口をメールにてご準備させていただいております。気になることやわからないことなどありましたら、お気軽にメールでご相談いただけたらと思います。サポートスタッフが相談対応させていただきます。繰り返しになりますが、アンケートについてのお知らせになります。本日の説明会終了後、皆様の画面上にアンケートへのリンクボタン、URL が表示されるようになっております。 こちらからアンケートを回答することできますので、ご協力いただけますと幸いです。え最後に資料請求のご案内になります。え地域未来留学では紙の資料のご準備をさせていただいております。こちら、え今画面に表示されている QR コードを読み込んでいただくか、チャットの URL からえご回答いただきますと資料請求ができるようになってますので、必要に応じてご活用いただけたらと思います。 こちらすべての地域未来留学に参加していただいている高校さんはすべての情報が載っているものになっておりますので、えー、よろしければご活用ください。また本日以降に必要になった場合は、地域未来留学の公式 LINE にご登録いただけますと、えー、画面下部のバーナーから使用請求できるようになっていますので、こちらもご活用いただけたらと思います。 では以上で本日の説明会終了させていただけたらと思います。各候補様は今後も個別説明会やで、あので、今日より詳細入試の部分とか、ちょっとまだ決まりきってないですみたいなこともある部分もお話しいただけるかなと思いますので、ご興味ありましたらぜひ個別説明会の方に足を運んでみてください。では以上で本日の説明会終了させていただきます。皆様ご参加いただきましてありがとうございました。